1999年7月、中国共産党当局は、ファルンゴンに対する弾圧を全面的に展開。それとともに、他の機構も取り締まりを受け、機構は瞬く間に中国でタブーな話題となりました。近日、甘粛省衛生庁が突然この禁忌を打ち破り、機構による健康増進の効果を宣伝し、機構講習会を開きました。中国衛生省も甘粛省のやり方を肯定しました。中国政局が揺れ動いている中、このような動きは、ファルンゴン弾圧の元凶である、江沢民派への清算が始まったシグナルであると評論家は分析します。5月23日、甘粛省衛生庁の公式サイトに、仁徳二脈を打ち抜くとの機構に関する情報が掲載されると、熱い討論を呼びました。5月31日、政府系メディアは、衛生省報道官からのコメントとして、甘粛省の機構講習会は、医療関係者の漢方医学知識を習得するための有効な方法であると称えました。報道官はまた、漢方医学及び漢方薬は、中国人が数千年をかけて発展させてきた科学で、中華民族及び世界の文明に重要な貢献をし、国民の健康保持に大きな役割を果たしていると称えました。台湾の著名な漢方医師、古内文医師は、昔の中国の名医は、皆超能力と高徳を兼備していたと述べます。他也可以看得到人的五脏症结，也就是说五脏里头哪个地方长了肿瘤、肿块之类的，他都看得到了。因此，他给人看病看得非常的好。時事評論家蘭術さんは、気候と中国伝統文化はいずれも天を敬い、神を敬うもので、共産党の無神論とは相反するものだと述べます。また、政権交代を控えた敏感なこの時期、衛生省の発言は。江沢民系が劣勢に置かれているシグナルだと分析します。学派派呢，目前在党内啊，他处于劣势，他这一条是肯定的。对于这个镇压法轮功以及传统的文化进行围剿啊，他们目前处于一种劣势的状态，所以说呢，像这一类的新闻会出来，这倒是一个信号。1999年の弾圧が始まるまで、中国当局はファルンゴンに6つの褒章を与えたことがあり、うち1つが隣接科学進歩賞です。2008年5月まで、世界各国政府や団体が、ファールンダーファー及び創始者に与えた各種褒章は、1521項目に上ります。かつて、山東省で歴史学教授を務めた、劉院前さんは、政府系メディアのこの報道は、ファールンゴンの名誉回復のための基礎づくりであると述べます。这证明了呢，开明派啊占了上风啊，以江泽民为首的这个学者派啊，面临一个倒台的一个命运啊。因为过去啊，中共对所有的气功啊都是打击的。这种消息如果报道的话呢，证明呢是有一股很大的力量在推动。また、ファルンゴンへの弾圧の結果、中国人の正義感と良識がことごとく破壊され、モラルの崩壊を招いたと示します。恩善人的信仰能够树立起来。才能够解决中国道德沦丧的问题，只有解决了中国道德沦丧的问题，民主问题、法治问题才能解决。现在这种道德沦丧，在这个时候啊，其他的办法都没有办法，你就是搞民主，以后也不行。1999年、ファルンゴンへの弾圧開始後、中国当局は国民経済の4分の1をファルンゴン学習者に対する迫害に投入。ファルンダーファーミンフィーネットの不完全統計によると、身元が確認されただけで、すでに3551人が迫害で死亡しています。また、数えきれない学習者が不当な判決を受け、強制労働収容所や刑務所に監禁されています。同時に、羅漢、周永康をはじめとする政法委員会は、軍隊や病院と結託して、生きた学習者から臓器を摘出し、暴利を貪っています。新東人テレビがお伝えしました。古代文明の幕開けから人類の文明を導き未来を切り開くニュールネッサンス、比類なき壮麗な絵画
最も純粋な絵画、想像を卓越したスケール、新善人国際美術展、5月19日から6月10日まで広島東広島にて開催。